チャンネル。そこ佐々木朗希プロ入り初先発登板評論。さあ、ただいま ZOZO マリン試合終わりましてですね、佐々木解説させていただきましたけども、佐々木朗希投手の今日のピッチングをいち早く皆さんにお伝えしようというところで、速報という形で、こちら車の中で撮らせていただきます。試合の全体の評論は月曜日の総チェックでお伝えしますので、今日は全体的に佐々木投手の出来具合っていうところでね、評論、したいと思いますけども、全体的にですね、まあ投球内容は、まあ試合前から、井口監督は85球から100球ぐらい目安で、登板。だからまあ5イニングぐらいかなっていうね、ところの、登板予定だったと思うんですけども、まあ結果的にね、その5イニングしっかり投げ切って、まあ投球数は107球と予定より若干オーバーしましたけども、まあ被安打6、そして三振5、フォアボール2個、で失点4の自責点2という形になりましたけども、正直ですね、あそこまで完成度が高く投げるとは思ってなかったんで、解説で聞いた方はわかると思うんですけども、ここまでしっかりできるんだっていうびっくり、ドッキリの方が多かったですね。だからまあ戦前の予想としてはもうちょっとばらついて投球するのかなっていうね、ちょっとストライク取るのに四苦八苦しながら、まあ甘めのストレートで力で押していきながら、そっから変化球を落とす曲げるっていう形で、力で、ねじ伏せていく感じの投球スタイル、ちょっと荒れながらっていうところをね、予想しましたけども、初回からなんてことない、しっかりコースに投げ切って、まあ、フォームのバランスも力感なく素晴らしかったですし、コントロール、制球っていうのも、まあ、マックス154キロですかね、出して、で、5回にやっと、あ、4回の途中でセットになって初めて140キロ台が出たんですけど、で、5回は、ランナーいなくても149キロとか140キロ台出たんですけど、それまではもうセットだろうが、ワインドアップだろうが、球速平均150キロ以上、多分151、2キロぐらいで、マックス154キロと安定して、速い球速の中で、しかもコントロールも良くてアウトコースにしっかり投げ込めるっていうところでね、この見てて制球に関してあたふた心配するようなことは一つもなかったですね。だからまあ、打ち込まれるっていうのは相手がいることなんであるかなとは思いましたけども、まあ、フォアボール連発で、もしくはフォアボールが多くなってストライク取るのに困ってボール先行で、まああとはもう力勝負みたいな感じでなる心配っていうのは見てて全くなかったですね。制球も素晴らしかったですし、まああと、まあフォークのね、落差も非常にありましたし、まあ若干今後の課題で言うと、やっぱ本人も言ってましたけども、変化球の制球力っていうところがやっぱり若干甘かったですね。ストレートでカウントを作って余裕のある時に変化球、もしくは勝負球でフォークボールの変化球っていうね。まあ若林を三振取ったフォークボールとかいい落差ありましたし、まあ山川を見逃し三振取ったフォークボールもね、高さからあそこまで落ちるっていうのは、初対戦の中だとなかなかね、対応しづらいっていうところもあったと思いますけども、もうちょっとスライダー系でカウントを整えても、まあ右左関係なくね、左でも外スラ、まあ右でもね、外のスライダーとかね、変化球でもうちょっとカウントを整えられると、持ち前のストレートの速い感じもあって、もうちょっと簡単に投球、できたんじゃないのかなっていうところもありますし、あとは、やっぱ右バッターに対しては、まあ、ほぼ 100% アウトコースの中心。逆球以外でインコースに行くとこは一球もなかったですし、左バッターでも、森に対しては結構インコースのストレート使ってたんですけど、全体的にあんまりインコースのストレート使ってなかったんで、もうちょっと右左関係なくインコースのストレートを使い出すと、さらに相手はね、ちょっと打ちにくさが出てくるんじゃないのかなっていうところは、今後の課題なのかなっていうところはね、見えましたね。まあ、あともう一つの課題で言うと、まあ、今日ね、若林2盗塁、そして金子に2盗塁、源田に1盗塁と、5イニングで5盗塁されてるんで、で、しかも盗塁にはならなかったですけども、まあ、森がファーストランナーに出た時も、スタート非常にいい形で切られてたんで、まあ、全体的に、そのスタートをめちゃくちゃいい感じで切られてるんですよね。解説しながらだったんで、詳しく、ストップウォッチもなかなか使えないでしたけども、簡単に計測したところ、僕測った中では 1.25 秒以内では投げれてたんで、まあ、基本ね、クイックは 1.25 秒以内に投げなきゃいけないっていうところがね、基本線になりますけども、まあ、そこでは投げれてたんで、クイックはそんな言うほど、もう一回ね、正確に測ってみますけど、そんな言うほど遅くなかったんじゃないのかなと。でもその中でスタートをめちゃくちゃいい形で切られてるんで、もしくはその牽制か牽制じゃないかっていうところの癖、もしくは癖がなくても分かりやすさっていうのが
あったかもわかんないんで、そこら辺はやっぱり今後課題としてしっかり修正していかないと、盗塁されても点取られなきゃいいやないかっていう方いますけども、無駄にピンチを広げる必要性はないんで、まあまだ19歳ということも考えても吸収力ね、まあ非常に高いと思うんで、まあそこら辺はね修正していってもらいたいっていうところもありますし、まああとねキャッチャーの佐藤俊哉がねやっぱりワンバウンドとかしっかり投げれてないっていうところでもねちょっとありますけど、まあそこはね総チェックでしっかりお伝えしたいと思いますし、まああとねこの失点した3回もね金子のね先頭ファーストゴロレアードのねミスっていうところがねちょっと痛かったですよね。まあそこでね自責点がまあ失点4ですけど自責点が2っていうところにもなりますし、まあ最後のねこの5回の1点もねワイルドピッチ、まあ実質パスボールなもんですけどね、まあそこら辺もねキャッチャーしっかり止めてやってもらいたいなっていうところもありますけども、まあ全体的にねまあ4失点しましたけども、正直僕の期待値、まあ個人的にはね期待値ですけども、僕の期待値をはるかに上回る完成度の高い、ストレートスピードもあったし、コースコントロールっていうのも非常にあったし、あとは非常になんかねこの3失点した時もバタつきっていうのも全く感じなかったですね。まあこれまでまあ僕も現役時代多くのねプロ初先発っていう投手を受けてきましたけど、ミスしたりね点数傾むと若干バタついたり、投げ急いだりっていうところもありましたけども、まあそういったところもね比較的少なく、しっかり落ち着いてピッチングできたっていうところもね非常に19歳2年目初登板の中で落ち着いたピッチングするなっていうところもありますし、まあ社会人ね大卒でそういった落ち着いたピッチングする選手たちはいましたけども、高卒っていうところでね、バタバタしないで冷静にピンチになってもしっかりコースに投げていくっていうピッチングははるかに期待値をね上回る素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。まあ結果ね5回裏にねマーティンが2連取って、これねお勝ち投手のやっぱついてんなぁ、やっぱ持ってる選手は違うなっていうところはねありましたけどね、まあ終盤追いつかれて、まあ勝ち負けつかずね、まあチームも引き分けっていう形で終わりましたけども、まあこっからどうなんですかね。107球、ひょっとしたら一回ね抹消してしっかりリフレッシュしてもう一回ね投げてくる、交流戦とかにね投げてくるっていうところも十分考えられますし、まあそういったパターンになってくるのかなと思いますけどもね、あとはまあチームはねどう判断するかっていうところですけども、非常にね、皆さんどうですか？見た感じね。まあ僕はもう本当に非常に未来に期待値しかない、フォームのばらつきもない、バランスも良かった、投球もコントロール良かったし、まあもちろんね、課題はたくさんありますけども、19歳、プロ2年目、初登板って考えたらね、非常に未来に向けてポジティブな素晴らしいピッチングだったんでね、ないでしょうか。あとはね、やっぱりね、前半に荻野のホームラン、マーティンホームランで続いてね、佐藤ヒット、荻野のヒットで4点取ってね、勝ちだから、レアードバーッと、もうあれなかったら勝ってたね感じね。でもあの後ね若林とあのフォークボールのうまいヒットとかね、あと盗塁をね重ねていく、だから西武のね多分攻撃プランだと、まあ中村拓也がね多分日曜日は先週も DH だったんで多分、休養っていうのもあってねスパンジェンバーグ出てましたけども、全体的に足を使って崩していこうっていう多分戦略だったと思うんですよね。だからそこがねまあライオンとしてはうまく、はまった、形になったと思いますし、結果ね引き分けっていう形でしたけども、プラン通りのね戦い方はセーブはできたんじゃないのかなっていうところもあるんでね。まあでもね今終わったばっかりの中でこうやってね球場の暑さとともに、解説してますけどもですね、ここからねもう一回総チェックで試合のを振り返りながら月曜日にしっかりお伝えしたいと思いますけども、まずはですね佐々木朗希、まあ勝ち負けつかなかったし、まあ失点4自責点2ですけども、初登板合格なんじゃないですかね。素晴らしい、ピッチングだったと思いますし、次回登板もね期待しかない素晴らしい、ポテンシャルで、ね、見せてくれたと思います。ということで今回は佐々木朗希初登板ゾゾマリンスタジアム試合後速報という形でお伝えしました。皆さんはどう感じましたか？あと最後にですね、どうしても言いたいことがあってですね、ちょっともう一回最後に付け加えて撮りますけどもですね、今日本当に感謝しかないんですけども、今日始球式をやっていただいたですね、石橋貴明さんがですね、まあ貴さんがですね、まあ始球式、まあ始球式って言うとね、普通マウンドのね、上から投げたいと思うのがね、まあ誰しもが思うことだと思うんですけども、マウンドをね、に一切入らず、その、まあ、バウンド間のちょうど真ん中ぐらいね、人工芝の上から始球式をしてですね、佐々木朗希、
プロ初登板、その聖地のマウンドをですね、怪我さないようにしたっていう立ち振る舞い、まあ、なかなかできることじゃないと思うんですよね。やっぱタカさんがその野球へのリスペクト、そしてあの年齢関係なくね、佐々木朗希を、リスペクトしてくれてるかこそので行動だと思うんですけども、本当に感謝ですね、感動しかないですね。マッコシさんも、撮影できてたんで、今日のね、模様はタカチャンネルさんでも、放送されると思いますけどもですね、多分多くのね、プロ野球ファンの皆さんも僕と同じ感想をね、思ったと思うんですよね。でもああいう姿勢ってなかなかできることじゃないと思うんで、あの非常に感動しましたし、本当にね、感謝しか、ないですね。多分ああいう姿勢がね、今後もプロ野球ファンの、多くの皆さんがね、石橋貴明さんをね、支援し続けていく姿勢なんじゃないのかなと思ってね、佐々木朗希のね、ピッチングを見る前に、感動してね、まあこれはやっぱりね、プロ野球界代表してですね、なんとかお礼を言いたいというところでね、まあこのね、最後の動画にアップさせていただきましたけどもですね、まあ皆さんはね、どう感じたか、まあ同じような考えだと思いますけどね、本当に、タカさん、佐々木朗希のためにね、ありがとうございました。そしてね、まあ素晴らしい一日にね、なったと思います。これだけね、最後に伝えておきたかったです。